です。ベーシストのリュウジです。今回は僕が普段やってる基礎練をレベル別に分けて3つほど紹介していきたいと思っております。どんな速いスラップもどんなかっこいい2フィンガーのフレーズも大前提としましては基礎練があるんですよ。基礎練なくしてそれかっこいいフレーズって弾くことってね難しいんですよ。なんでこういう基礎練を通していって日々の積み重ねがかっこいいプレーにつながっていくと思いますので、今日の基礎練の動画の内容をしっかり見てもらってどういうところをポイントに練習したらより効率が良くなるかっていう話もしていきますのでね、ぜひ最後まで見ていってください。まだ低音研究部に入部してないという方はチャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。それでは早速いってみましょう。まず一つ目のレベル1のフレーズなんですけれども、これはシンプルにこの指板上で見た時の横の動きになります。指を大きく広げてこういう風に人差し指から小指まで順番に使っていくというフレーズになっております。でこの時に難しいポイントとしまして、1フレットから4フレットを使ってるんですけど、この1フレット4フレットっていうとこのベースの指板上の中で一番指を広げないとダメなポジションなんですね。指が小さい方だったり女性の方やったりするとちょっと結構厳しいという方いらっしゃると思います。でもちろんベース始めたばっかりっていう方も、指が開きにくいのでここが厳しいっていう方はポジションをずらして、こちらの例えば5から8フレットなんかでいくと1から4フレットに比べると指板の開きが少ないんで、またこっちの方が余裕を持ってやりやすいかなと思います。その時その時々の自分のレベルに合わせてポジションを変えてもらって練習してもらったらいいと思います。内容としましては1フレット1指というのを基本に置いてやってください。でこういうことをしっかり守っていろんなポジションでやることによって指板上の幅って全部違うんですけど、その感覚が体に染みついてくると思います。でこの時の大事なこととしましては、左手でしっかり指を開けてやってもらうんですけれども、こちらの右手ですね、一応今回の動画は左手の練習メインなんですけれども、右手をピッキングする際に弱いピッキングじゃなくて、まあ、しっかりね瞬発力を意識して太い音を出すようにねピッキングしてもらうと右手左手のね効率よく練習できると思います。指をこうバタバタさせすぎずにしっかり右手もいい音を出すように意識して効率のいい動きでリズムに合わせてできると、まあかなり指の筋肉が鍛えられるんじゃないかなと思います。次レベル2のフレーズなんですけれども、レベル1のフレーズはここに対して1ブロック内での動きという動きでした。次レベル2の動きとしましては、このブロックの塊を移動させるという動きですね。でこの移動させるときに移動が遅いとリズムがずれてしまうということなんで、これができるようになるとポジション移動が速くなって、まあ、ハイフレットからローフレット、自由自在に動かせれるというようなメリットがあります。でこれも先ほどと同じで1フレット1指というのが原則のルールとしてください。まずは0フレット、まあ、いわゆる開放弦ですね。開放弦で1、2、3フレットいくんですけれども、人差し指、中指、薬指です。で次の小節で4、5、6、7と進むんですけれども、その時に4を小指でいってください。4で5、6、7です。4を小指でいって5、6、7ですね。ここの4小指からの5、6、7の移動がいわゆるスピードを持って移動させないとダメなところですね。このポジションの移動が遅いとやっぱりリズムがずれてしまうということなんで、そこを気をつけてやってもらうといいかなと思います。レベル1のフレーズと比べても指板上を行ったり来たりするんでフレット幅の感覚がね身につきやすいと思います。でもちろんレベル1とこれも同じなんですけれども、ピッキングもねおろそかにせずに瞬発力を持ってしっかりピッキングしてください。で次レベル3のフレーズなんですけれども、これはレベル1のフレーズが1ポジションでの動き、レベル2がこういう横の動きの移動で、次レベル3はこういう縦の動きですね、指板での縦の動きを意識したフレーズになってます。
これがなかなか難しいです。ちょっと慣れがいるんですけれども、1234という感じで、1弦の4フレットは小指、4弦の1フレットは人差し指という感じで斜めで動いていきます。斜めに動いて次は斜めに上がっていく感じですね。こんな感じになります。いずれにしろ難しいのは小指です。小指、薬指の動きがなかなか自分の思った通りに動かないと思います。特に小指で4弦押さえるっていうのは結構ね、力がいるというか、まあ、慣れたら力いらないんですけれども、慣れるまでがちょっと思いっきり力んじゃうということがあると思うんですけど、力むと余計に弦を押すのが難しくなってきますし、動きも悪くなってくるので、力むというのは避けてください。効率よく弦を押さえるというポイントさえ掴んでしまったら、小指でも4弦を押さえれます。あくまで、ね、左手の力は抜くもんだっていうことを意識して、練習してください。指を立てる立てへんっていう話ってあると思うんですけれども、まあ基本的には立ててもらったらいいんですけど、ただその絶対この思いっきり立てなあかんっていうルールはないんですよ。一応教則本なんかでは指を立てるって書いてるんですけど、はっきり言ってめちゃくちゃ上手い人とか、まあ、プロの方でも絶対どのケースでも立ててるっていうわけじゃなくて、立ててるケースもあればもう別に寝てるケースも全然あります。で、僕もそれはもう寝てるケースもあるし、なんなら効率的に考えると寝てる方がやっぱその守備範囲広がるじゃないですか。押さえるところの立てるってなると指の先っぽでしか押さえれないんで、踏み外す時があるんですね、弦を。なんでどっちかっていうと少し寝かし気味ぐらいの感覚で押さえるっていう意識してもらうといいかなと思います。大事な話としましては、指が寝てようが立ってようが弦を押さえれてたら OK なんですよ。で、そこさえね、守れてたら OK ということで、まあ、割とね、その辺は緩めにいってもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。で、こういう斜めの動きをするし、1弦から4弦までいろんな、ね、ポジションを使うんで、やっぱり右手のピッキングを意識するというところとしましては、その音量のばらつきがないようにするということですね。やっぱ音量のばらつきが非常に出やすいです。1弦だけが強くなったりとか、逆に言ったら4弦だけが強くなったり、まあ、その逆で1弦が弱かったりとか、まあ、そういったことがあると思いますので、そういったのをなくしてバランスよく音を出せるようにも意識していきましょう。はい、今回は僕が普段やってる基礎練の内容の動画になりました。今からちょっとどうでもいい話するんですけど、これ YouTube を通して僕いろいろ動画配信してるんですけど、伸びる動画、伸びない動画っていうのがね、ある程度データでわかるんですよ。その中でやっぱりスラップ系統の動画ってね、めっちゃ伸びるんですよ。特に難しいスラップ系統の動画って伸びやすくて、で、そういう動画を投稿することによって、いわゆるその僕のチャンネルの評価っていうのがありまして、 YouTube 側から評価されるんですけど、評価っていうのがやっぱそのいい評価されやすい。なんで難しい系のスラップばっかり投稿したいところなんですけれども、で、そういうことを思ってらっしゃる方結構多くて、やっぱり YouTube 上で伸びてる動画ってやっぱ結構複雑なスラップが多い。で、これは別に YouTube だけでもなくて、 Twitter とか見てみるとやっぱ同じような系統、やっぱ同じような感じなんですね。インスタも若干違うような雰囲気もあるんですけれども、で、そういう動画がやっぱ目につくことが多いと思うんですけど、ちょっと注意してもらいたいところがあるんですけど、やっぱそういうスラップ系統、速いスラップ、もうペチ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 、その音数稼ぐスラップ、僕もするんですけど、それに影響されすぎもちょっと良くないかなって個人的に思ってます。まあ、そういうプレイに憧れて、そういうの練習するのは全然いいんですけど、でもやっぱりベーシストということは、やっぱりね、そのベースのポジション、役割をね、しっかり守らないとダメなんで、ベースのポジションの役割って何かっていうと、やっぱそのバンドサウンドに溶け込んだ時に、そのバンドサウンドのリズムだったりとか、その低音を支えるっていうことが大前提なんで、今回みたいな基礎練の動画ってね、個人的には出したくないんですよ。その理由としては伸びないから、ちょっとこれは申し訳ないですけど、分かってもらいたいところなんですけど、あんまり多分この動画も伸びないんですけど、本当に僕が言いたいことは、そのやっぱリズム練習だったりとか、こういう基礎練とかっておろそかにしたらあかんよってことが、僕はね、ちょっと皆さんに伝えたいってこともありましてね、最後にちょっとこうしょうもない話でちょっとお話してるんですけど、まあ、もちろんね、そういう速いプレーがダサいっていうわけではないんですよ。じゃあもうかっこいいし、めっちゃ言ったらもうベースがまた違う楽器に生まれ変わって、言ったらもうね、リード楽器みたいになってから、演奏するっていうのはね、まあ、言ったら今までのベースの歴史史上ちょっとね、なかなかなかったことなんで、まあ、めちゃくちゃいいことなんですけど、ただそこが彼にとらわれたらいいベーシストになれないよって個人的には思ってますので、まあね、やっぱリズム練習だったりとか、まあ、こういった基礎練っていうのをね、怠らずに頑張ってってもらったらいいかなと思います。まあ、ただ僕の動画はいわゆるやっぱ YouTube にちょっとごまするっていうところもありまして、ちょっとスラップ多めになってしまうんですけれども、まあ、その辺を理解していただいて、ちょっと練習してもらいたいなという感じですね。すいません、ちょっと僕の都合でね、まあ、動画作ってるところもあるんですけどね。最後までご視聴ありがとうございました。Twitter やね、Instagram もやってますので、もし興味のある方はね、フォローの方よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。